魚眼魚眼とは魚類の目のこと。魚眼は基本的に血像に関与する水晶体、光と像に関与する網膜の神経層、できた像を映す網膜の色素上皮層と胸膜の酸層と、これらに栄養を補給する脈絡膜に分かれる。これはカメラのレンズフィルム、本体、電源に相当する。人間の目と違い、水中で活動する魚の目はいくつかの違いがある。 まず、一部例外を除いてはまぶたを持たない。次に角膜と水の屈折率がほぼ同じであるため、結像には働かず、代わりに水晶体が休憩になっており、水中で水晶体の前後移動を行うことによって、遠近調整を行う。甲骨魚類は遠方を見るために水晶体を後方に動かし、軟骨魚類は反対に前方を見るために水晶体を、 前方に動かす機能を有している。角膜は水晶体の前面を覆う光彩を保護する役目を有する。なお、水晶体を直接動かしているために人間のように光彩が拡大したり縮小したりすることはない。なお、ほとんどの魚類の光彩がグアニンの沈着により銀色をしている。また、光彩の中央部には丸く開いた銅孔が存在する。なお、 ほとんどの甲骨魚は、動甲は常に開いたままの状態にある。また、人が失った緑脂脂質遺伝子を持っているため、4原色に反応する。なお、象の分解能力が低く、視力は0.5相当であり、目に映るものはピンボケ状態にあると考えられている。ただし、一部の魚は人間以上に動体視力が優れているものがいる。ありがとうございます。